1911年型大型水雷艇、V1 級大型水雷艇、V2G7 級大型水雷艇、G7S13 級大型水雷艇、S14 ケラウノス級駆逐艦、ネアゲネア1913年海岸に乗り上げた V1 級大型水雷艇、V3911 型大型水雷艇は、ドイツ帝国の大型水雷艇、 1911年から1913年にかけて26隻が建造された。その規模から駆逐艦とみなされる場合もある。全球となる1906型大型水雷艇最終艇となった人197の後に続く198から207を予定されていた連番を位置に戻し、より小型で機動性の高い艇として設計された。だが、この試みは安定性を欠き、 激しい海峡では運用できないため失敗に終わり、加えて燃料の運用にも支障をきたした。結果、当時水雷総監であったビルヘルム・ランス中将の、だからランスの障害者とまで称されることとなった。ただし、この計画は、アルフレート・フォンティル・ピッツの費用節減路線をランスが、踏襲したに過ぎない、とする説も存在している。 後継の1913型大型水雷艇では、方針を変更し、停滞を拡大している。A.G. ブルカン建造の V198 隻、ゲルマニアベルフト建造の G796 隻、F.C.100 建造の s 1 3級1 2隻の3種26隻が建造され、そのうち V192 隻がギリシャに輸出されて、ケラウノス級駆逐艦となっている。これらは搭載機関。 生体が異なるものの、搭載する武装は同一であった。8.8cm 単装砲2門、500mm、魚雷発射管4門を備えた。加えて、機雷18機と魚雷の予備弾1発を搭載可能であった。あと2砲は、より強力な方針長45口径の 8.8cm 砲と交換されている。ABCDEFGHIJ c、e, n a エス・オール・ザ・ワールズ・ファイティング・シップス1906-1921、コンウェイ・マリタイム・プレス、ピアニッシモ、164、166、ISBN 08-5-177-2455、ハット・ ABC ・ジェームズ・ゴールドリック、ビフォー・ジャット・ランド、ザ・ネーバル・ウォーイン・ノーザ・ンヨーロピアン・ウォーターズ、オーガスト1914、フェブラリー1915、ネーバル・インスティチュート・プレス。 P35 ISBN 9長7816億1251 8817ハット ABC 1871から1918ピアニッシモも52から57 97ハット ABCD ユルゲンプロンマーズバーガーチャプター2オーダーオブバトルザ・ホキシフロット バトルズ・アット・シーイン・ワールド・オー・アイ・ジャット・ランド、ISBN 9長7888億2600万9193ありがとうございます。